あ、そう、カメラの前で人を殴るのは、じゃあ和田アキ子さんぐらいでもいいですか。和田さんに対して飲んでて、もうこの辺でって言ったら、俺の酒は飲まないのかって、ビールパンチされた時に指輪がついてたんですよ。僕らの時は、切れる人たちって、あの本番前は切れてないんですよ。いわゆるテレビ、はいはいはい、あ、カメラが回ったら、それっぽく切れる。だからスイッチじゃないですか。はいはい、それがプロじゃないですか。だってずっと切れてたら、うん、日常生活どうやってんだって話になっちゃうじゃないですか。確かに確かに。だから、まあ確かにですね、そうですよね。プロレスラーでもヒール役の人は普段ヒールなのかって言ったらそうじゃないじゃないですか。うん、まあ、泉谷しげるさんもまともですからね。泉谷さんって最後、どうもお疲れ様でしたって、悪かったなって言って帰りますから。いい人ですよね。いい人。それ大竹誠さんだってそうですよ。それはね、うん、散々わーってやって、最後は大丈夫だったっていうのが、こんなこと言ったら怒られちゃいますけども、でも、我々の世界のプロというのは、まあそういうもんというか、始まる前にやっぱり楽屋とステージは違うという感じですかね。だから楽屋はカメラの前ですか、はいはい。はいはい、あ、そう、カメラの前で人を殴るのは、じゃあ、和田アキ子さんぐらいってことですか。和田さんはカメラの前だけじゃなくて、日常的にもやってました。あ、そうですね。そんなことはないです。はい、和田さん、すごかったです。和田さんはだって、一緒に飲んだときに、和田さんからと飲んでて、もうこの辺でって言ったら、俺の酒が飲まれないのかって、グーでパンチされたときに指輪がついてたんですか。和田さん、指輪は外してくださいって言ったことありましたけど、ね。殴るのはもういいですと。ただ、指輪だけは勘弁してください。指輪だけは、和田さん、これで反則になりますからって。でもそういう人も含めてアコさんだとそれも含めて和田さんじゃないですか。まあ、まあそういう人だよねって言うので、みんなが共有してくれるっていう、共有してくれる。だからそれがやっぱりテレビの中でそういうトークをしてて、それで結局和田さんのネタでみんなが笑いになって、アコさんという形をもっとより作っていくじゃないですか、うん、だけど今だと多分アコさん的なことをやると、それが例えばじゃあ暴力だとかってなると、うん、じゃあ話そこで終わっちゃったりとかするじゃないですか、うん、ちょっと話が変わってきちゃうじゃないですか。でも、はいはい、アコさんに俺らの頃は殴られたっていうのは一つの勲章で、一流になった証なわけですよね。はいはい、まあ、確かにいい笑いのネタになりますしね。そう、アコさんにと飲んだとか、アコさんの誕生会の幹事をやったなんていうのはもう一つのステータスになるわけですから。でアコさんに怒られたなんていうと、それがまたエピソードトークでまた使えますんで、はいはいはい、そうすると初めてアコさんと飲んだ時なんていうのはやっぱり感慨深いですよね。はあ、嬉しかったですよ。もう今何十年も前で、30年ぐらい前に。覚えてるんですか、この人と最初飲んだのいつとか。うんうんうん、記憶力いいっすね。そうです、なんとなくですけどね、そんな一言一句覚えてるわけじゃないですけども、はいはい、いろんな人たちとやっぱり、僕らの時はさっきひろきさんが言ったように、まあ、どこで覚えたのかっていうと、例えば遊び場だったり飲み屋さんだったり、うん、仕事場で当然芸は生で一番近くで見れるわけじゃないですか、はいはいはい、でステージも当然 見ますよね、それは勉強で、うん、やっぱりそのままじゃあ行くぞって言って飲みに行ったりなんかするじゃないですか、はいはいはい、でそこで実際腹割った話が聞けたりとか、どうやってあのネタができたとか、そういうのも含めて、うん、やっぱり飲みの席から学んだことは多いかもしれないですね、うん、そういうコミュニケーションですかね、はいはいはい、